安土武芸大会上級羽柴秀吉レベル92ソロで挑みました。結論から言えば勝てませんでした。勝利への鍵はコストが大きい英傑を限界突破させて6体揃えることだと思われます。しかしコスト8をコスト4にして6体揃えるなんて私には無理です。味方につけたネネなどの NPC は行動を調整できないため扱いにくいので、家臣を育成するのが良いと思いますが、家臣は1体しか出せません。しかも、家臣の育成は、バージョンアップが見えている現在手を出しにくいです。結局、勝利するためには、ニアタにするか、徒党を組むしかないのかも。Yeah.
よし。